今回は、希望の踏み台になりたいっていうけど、に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。周りの人間巻き込んで不幸にする幸運の才能持ちなんだから、本編の殺し合い生活か絶望落ちした時みたいに意図的に事件起こすしか踏み台になりようがないよね。っていうかそもそも人と関わるべきじゃないよね。本人が一番自覚してるんだろうけど。あと本音はこいつ希望の踏み台になりたいんじゃなくてこいつ自身が希望そのものになりたいやつだからね。本人に言ったら否定されるだろうけど英雄願望がある。自己否定と英雄願望が入り混じった結果、大変な事態になった際に率先して自分を犠牲にして希望を生み出すは希望そのものになろうとするいびつなあれになってる。まあ本人もその自覚があるからこそ殺し合い学園生活が開示された時に千載一遇の好機だみたいに思っちゃったところはあるんじゃないかな。実際平和時空ではそういう動き基本しないし、正確に言うとこいつは希望の踏み台になりたいんじゃなくて希望を作った人になりたいからな。希望になりたいけど自分じゃなれない。じゃあ自分が希望を作ればいいって具合に、希望の踏み台になりたいと本人は言うが本音は本人が希望そのものになりたい、そしてさらに奥深く狛枝自身すら気づいていないとこまで潜っていくと希望とか絶望とかどうでもいい、普通に生きていたいが根幹とかいう才能のせいでくっそ救われない男。あんだけ希望がどうこう絶望がどうこう言っておきながら本当はそんなのどうでもいいから普通の高校生として生きてみたいっていうのどうしようもないよな。狛枝もまた自分に胸を張れる自分になりたいやつだからな。だからこそただの運でしかない超高校級の幸運の才能を卑下するけどそれに全幅の信頼を置いているし、第5章では超高校級の絶望と差し違えることで絶望に打ち勝った希望の英雄になりたかったんだよな。才能さえなければ幸せになれた男、幸運なんてゴミみたいな才能って自落してるけど本編の描写見るに誰よりも自分の才能にプライド持ってるからな。まあでも自分の人格歪むレベルで振り回してきた才能と考えればプライドというか負の信頼みたいなのは厚いよね。あの島で殺し合いが宣言された時からここが自分の終わりなんだ、やっと死ぬことができる、ようやく幸運なんて呪いから解放されるって安堵してたやつだぞ。本人が希望という英雄になりたいけど到底望めそうにない。それ以上に平凡な人間として生きていきたいけどそれ以上に望むべくもない。だから希望の踏み台として妥協に妥協を重ねて死ぬしかねえという定感が根幹にある。人並み以上程度には頭とか回るし有能なんだけど才能に人生振り回された存在。よく言いまくってる絶対的な希望をこの目で見たいだけも、自分がその目でもってそれらのぶつかり合いも見られずに命を落とすことを真っ先に受け入れてる時点でだけとか言っときながらそれすら二の次なんだよね。どこまでも希望のために尽くせればそれでいいと思ってしまえるくらいには価値観が歪まされてる悲しい人。こいつから才能コンプ取り上げたら一少女版の美女が異行青年になるのにな。しかも事件を希望と希望のぶつかり合いだって純粋にワクワクできたのもせいぜい2章までという。3章絶望による犯行なのでとっとと終わらせたい。4章自分を含む全員が裏切り者を除いて絶望だったのでどうでもいい。その2章も自分に声かけてくれればよかったのに最高級の食材でゴミみたいな料理作られた気分って言ってたし。殺し合いが始まるように動こうとはしてたけど、ナイフ刺殺のバレやすさとか事前に花村へ動機の種をまいたことを踏まえるとこいつ自身が黒になるつもりはなかったよね。こんな状況の中で試練を課して希望の後押しをして自分は消えるつもりだったんだろうな。狙いを外した上に多分初めての身近な殺人に遭遇して意外と狼狽してたのかな。一章クリア後だと白々しいこんな絶望的なことが起こるわけないみたいな発言も全てが演技じゃなくて本心にじみ出てたとしたらかわいそうかわいい。豚髪のコテージ調べた後に青ざめた顔して一人になろうとしてたりと、初めての経験に困惑しまくってたのかと思うと結構愛おしいなこいつ。まあ裁判始まるとあの始末だが、一応裁判直前のどっかで裁判が台無しにならないように花村くんは逃げ延びることに集中してって言いに行ってるのがあるから、コテージ捜査直後のあのタイミングがそうなんじゃないかなって思ってる。その場合その可愛げ消失するけど、ああそうか、このままじゃ裁判が台無しになってしまうかもしれないみたいな心配してたかもしれないのか。希望中的だがそれはそれで日向にわかるくらい青白い顔してたほどに焦燥してたわけだし、やっぱりちょっと可愛いかも。なお実際に死んだのは自分をかばった咎みだった模様、幸運だったね。一回ぐらい自殺しようとして巻き込まれて誰か死んだけど自分だけ生き残ったとかありそう。それを想定してできなかったのかもしれんし、
単なる個人的な英雄願望っていうよりは、自分の才能で人を傷つけまくってたというか、なんなら殺してたから何か希望あふれることに使いたい。でもそれよりそもそもこんな才能なしで普通に生きていきたいって感じよな。トップレベルで才能に人生狂わされてる。黒濃厚な花村があがいてるのを見てがっかりだよ。それは希望を持った人間らしくないなぁとかケチつけてるところ見るに、お気に召さないとごちゃごちゃ言ってくるのが鬱陶しい。それで黒確定してお仕置きしに向かう相手に、みんなはこれを乗り越えてさらに希望を輝かせていくから心配しないで大丈夫とか言ってくるの本当にひどすぎる。こうして狛江田の人となりを改めて考えると、才能の有無に関係なく親身になってくれる日向くんはこいつにとって友達としての最適解なのでは。他の超高校級の人に比べると立場的に近い常人側のステージにいる者同士で気が合うところもあるからね。本来ならそれで終わりの関係をほっとけない世話焼き気質の日向が一歩踏み出したのが育成計画のイベントの一つなんだな。不運による事故とか起こっても狛江田本人が助かるだけで周りはどうにもならないと、悔やね、宝くじ当たったから幸運だね、よかったねとはそやならんのよ。結構言われてるけど、狛江田は希望云々才能云々がなければ普通の人なんだよな。そこだけ目をつむれば可愛い。まあ絶望な手を出してこないアイランドモードじゃ半エンドで希望というのはあまり行々しいものでもないのかも、みたいな考えを語ってたりするし、同じ育成計画でも卒業後も七海からの誘いとかで交流が続けば緩やかに自分の中の希望に気づいていくもんかもしれない。そして、そこで最適解出して心の回答を早めたのが日向くんというわけなんですね。結局、こいつの理想の希望ってカムクラってことでいいんだろうか？別にカムクラって才能詰め込まれただけで自分でどうにかするタイプでもないし、才能に溢れてるってことで最初は楽しそうに話しかけてたけど、カムクラは英雄とか指導者になる意欲はなくて学園の人に命令されたら動くってだけっぽい。それがないと江ノ島に着いたり逆に利用して予測つかないことしたいだけの遊び探してる子供みたいだもん。そもそもこいつの求める希望は絶対的ないいもので、別に個人に限った話でもないんだよね。個人に絞ればそれこそカムクラがそうなんだろうけど、本人の希望を体現するための意思が欠けてるからまだ狛江田の求めるステージには至ってない感じがする。苗木カムクラ弱体か前とがみらへんか。希望編ラストで日向の隣で笑っているのがある意味理想なのかな。絶望の干渉さえなければスペック高めの超高校級の人たちに囲まれて被害そこまででなさそうだしな。アニメ3の先輩被害者3名。屈指の何やってんだお前案件というか、原因が運というかほとんどこいつの失態案件。お前スーダン本編のあの抜け目のなさはどこへやったんだよ。幸運だからと薬の内容確認しないで使うのはもう。アニメ3は各々の都合の悪いところに目をつむりながら見るのがいい楽しみ方とされているから。